LR イスラエル航空あるある。今日は LR イスラエル航空のユニークなセキュリティチェックについてご紹介したいと思います。安全を何よりも優先する姿勢が垣間見えます。またイスラエルの国としての政策も反映されているようです。搭乗している我々乗客としてはとても安心できる策だと思います。そのためセキュリティチェックには少し時間がかかりますが、全面的に協力したいと思える内容です。それでは LR 航空のユニークなセキュリティチェックについてお話ししたいと思います。 LR 航空の安全対策は武器ではなく人に向けられています。例えばテロリストが偽造パスポートで航空機に乗り込んでも、その危険性は隠されたままです。しかし安全対策の面接を受けることで、その人の危険性を判断することができます。そのため LR 航空は世界で最も安全な航空会社なのではないでしょうか。 LR 航空はイスラエルの航空会社です。イスラエルはテロの脅威にさらされている国なので、LR 航空は世界でもユニークなセキュリティチェックを実施しています。まずチェックインカウンターで専門の係員が乗客に対して3人交代制での質問を受けます。質問内容は以下の通りです。荷物の行き先、航空券の取得方法、渡航目的、また以下のような個人的な質問もされます。ご職業は、なぜイスラエルに来たのですか、イスラエルにはどのくらいの期間滞在しましたか、荷物は自分で荷造りしましたか、どこの学校に通っていましたか、最後に引っ越したのはいつですか、自家用車の車種は。 LR 航空のユニークなセキュリティチェックは確かに乗客にとっては時間が少し余分にかかります。しかし安全を守るためには必要な措置だと考える人もとても多いようです。また質問内容として、日本人向けにはマレーシアやインドネシアには行ったことがあるかという質問もあるようです。LR 航空の独自のセキュリティチェックはイスラエルの安全に対する強い意志の表れです。航空安全に信頼が持てますね。以上、LR 航空あるあるでした。